ちは。こんにちは。今日なんかいつもと雰囲気違いますけど。どうも、安成亮と申します。あ、よろしくお願いします。安成亮さん、なんと、うん、じゃじゃじゃん。このメタル飯っていうのはメタルの料理本を出されてるメタルシェフな方で、今日はこの安成亮さんと一緒にメタルな料理を作ろうと思うぜ。いやー、今日何を作るんですか。はい、今日は橋山君と一緒にイングベイマルムスティンのインゲンマルムステーキを作ってみたいと思います。お、インゲンマルムステーキ。マルムステーキ、はい、まあ、要するにハンバーグに近い食べ物なんで、はい、まあ、豚ひき肉、はい、豚ひき肉、玉ねぎ、玉ねぎで、イングベイメタル食材、インゲン、インゲン、はい、イングベイ、インゲン、マッシュルーム、マッシュルーム、はい、こう、はい、卵、卵、あと、はい、米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 を、米を肉に、肉と一緒に、おちゃって、おー、より、メロスピ体験、あ、メロスピ体験。今日はね、安成さんが作るだけじゃなくて、俺というスパイスを入れて、もっとよりヘビーメタルにするからな。あ、最初にじゃあインゲンをチンチンして、チン、お、茹でる代わりに電子レンジでチン。あ、いいですね。まあ、600で煮るぐらい。はい、大事なの忘れてるじゃないですか。ないないない、ヘビーメタル、これをしないと。あー、これは捧げよう。ヘビーメタルエプロンや。エプロンや。いや、これこれをすれば誰も、いや、こんなパッチめっちゃ綺麗に貼ったやつちょっと汚せないわ。料理集中できないよ。汚さないでよ。汚さないでよって何のためのエプロン。冷やご飯にしないで。はい、あ、ご飯冷やすんですね。冷やご飯です。ご飯を、あ、今レンチンしたやつを、インゲンも細かく刻んで。そうです。なるほど、インゲンマルメスティック。インゲンマルメスティック、いやあ、俺手合ってなかった。まあ、これも、いや、熱するから。そうそうそう。そうそうそう。一回ここで混ぜてください。いやー、ちょっと、これがつなぎになりますので。はいはいはい。ミート。ミート。豚貴族。豚貴族。そういうことか。どうぞ。はい、これで混ぜてください。いやー、いやー、よっしゃー、終わったー。いやー、いやー、スタート。デスボイスのスパイス入れますよ。あのマークボールズバリのハイトーンで。二人で入れますか。二人でもう一回入れる。塩と、はい、ナツメグ、あのブラックペッパー、ブラックリーベルソサイティペッパー。で、粘り気が出て、しっかりと粘り気が出るぐらい、指にまとわりつくぐらい、にわーっていうぐらいね。トーブロー、あ、手につける、かけます。はい、あー、どうしようみたいな。安成さん、下枝ないですよ。気が合いそうだ。これを、パッ、あ、じゃあ俺もやろう。はい、あ、ちょっと、ギャッチボン、ギャッチボン。待って、あ、いやいや、まだ便利ですね、これ。そうです。夜のサラダ油。お、それはどういうことですか。ちょっとアップで写していいですか。いや、笑顔が素敵。夜のサラダ油。ここまで、あと焼くだけです。なるほど。はい、じゃあ、先に、その丸めステーキにかけるソースを。あ、ソース。マヨ。ソース。大さじ2ぐらい。大さじ2ぐらい。牛乳を大さじ1くらい。もう。あ、胡椒。まあ、それも好み。好みで。これがソースに。あ、これでもうソースか。へぇ。これ、こう。あ、ちょっと味見していいですか、これ。こういう感じで。はい。あ、ちょっと酸味が効いた、さっぱりした。さっぱり、まあ、もう中火ぐらいで。中火で。蒸し焼きっぽく。おー、餃子と同じ要領ですね。そうなんです。はい、大丈夫ですか。はい、はい、はい、はい。やめて、恥ずかしい。恥ずかしい。ちょっと楽しくなっちゃった。やっぱ料理って楽しいから。そう、楽しくやることが大事ですからね。生肉攻撃です。大丈夫そう。このままだとなかなかね、はい、焦げちゃったり中まで焼けなかったりするので、はい、ここでじゃあウォーターインダフライパン、ホーリーウォーター全部ブワーシャー。こんな量入れちゃうんですか。で、蓋を。あ、なんじゃないですか。はい、蒸し焼きにします。あ、大丈夫です。おー、逃げることがないので、ひたすら、あ、蒸す、水分なくなるまで。蓋がついてる。おー、刺した時にね、汁が透明だったらいいんですけど、あ、もうちょっとかな。透明じゃない。もう透明だったらいい。透明だったら中がまで火を通っている。サイン。お、サイン。セブンサイン。セブンサイン。ブライン、リーディングダブライン、ノーワンシーズ。
ダセブンサリュググ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 グキャスターを持ってスタートキャスター持ってスタートキャスターに肉乗っけんのえ、なんではないかそうちょっとスタートキャスターじゃあ盛り付けですね、いよいよはい飾り付けで、あ、確かにマッシュルームは香りがね、そんなきつくないかな最後です焼き上がりましたました、イエーイうわー、うまそうはいはいはいイエーイ完成何してイングウェイマムスティーンのインゲンマルメステーキいただきまーすでやーふわふわふわいただきまーすうん違うのって 今日一いい顔出たんじゃない いいねやばい嬉しい、ありがとううんバッチンあ、バッチンおーあんだけ水入れたのに全然水っ気がない油も全然肉汁だけさっぱりさっぱり豚肉だからうんインゲンがいい味がしますこれ見てる人も案外ね作れそうなんでチャレンジしてもらいたいよねあこれポイントですよマッシュルームですですマッシュルームですはいマッシュルームベリーマッシュルームいやごちそうさまでしたやったやったいやめっちゃうまかったこれはこれメインディッシュ食ったからなんかちょっと甘いもんも食いたいですわお何いっちゃいますかえ甘いもん作るんですか作れますよじゃあメタル飯にはデザートもありますおおすごいじゃあこのまま第2弾メタルスイーツもいくぜー